こになんかなお尻の上にな、ブツブツできたの、どこやったかな、よいしょ、何やろこれ、この辺、ちょっと赤い、どうやろね、ちょっとなんかボリボリしてる、全身赤いピンク色のつぶつぶ、なんやろなこれ、なんやろね、病院かのかな、これ見てもらおう、痛がる感じでもないのかな、ここにある、ある、そうそうそう、その辺、あ、あるね、ここ、ここちょっと毛が邪魔でわからないけどね、画面では出てくるね、もうお尻ボテとしてね、手とはな、この辺にあるの、行くとしたら、デルデル、あとも病院かな、なんだろうな、ニコとテトだけな、デルデル、デルちゃん、大丈夫な、ニコ、かわいいよ、ニコ、ニコ、はいね、さあさあさあ、入ったかな、ニコとテト病院に連れて行きます。今日はパパさんがいないので私一人で行ってきます。おとなしくしててね、ノーは違うよ乗らんのんですけど、なさそうだったんです、なんか前もこの辺だったかな、なんか前できたのは普通に治りましたよね、確か治りました、なんか、カビっぽいですね、ちょっと検査のキット持ってきます、はい、今食べてるのは四条菌と言われるカビですね、はい、猫ちゃんでは、ね、よくあります、はい、3箇所か4箇所ぐらいちょっとピッピッてやってきますね、
でもし、うんうん、この検査自体はですね、すぐ結果が出なくて、はい、培養しないといけないんですね、うんうん、2週間くらいかかるんですが、はい、かなり疑い強そうなので、はい、飲ませれそうであればもうお薬今日ご用意しますっていうのは、このカビの厄介なのがですね、うん、これで命を落としちゃうことはないんですけれど、うつ、ん、ります。あ、毛が生えてる、はい、毛が生えてる動物全部にうつるんで、あのお家の猫ちゃんもそうですし、うん、あれ人間にも、うん、私たちにもうつる可能性があって、で厄介なのはすごい治りにくいんですよ、なので、違ったら全然それはそれでいいんですけれど、じゃあ次、よいしょ、テトちゃん行きましょうか。出たよ、出たかったね。一回り違いますね。でもなんか全然手術去勢後も体重増えなくて、相変わらず小食目というか、はい、あにゃーだね。どこの辺にありますか、この子は。と首の本当この子ちょっとだって、あ、ここですね。なんか暗いのがあって、本当だ。でもなんかこっちくたり、ね、あと首のこの辺にちょっとたたんでるところにあった気がします。ごめんごめん、ちょっといい。でもなんかちょっと微妙かもしれないですね。なんか2個とちょっとなんか違う感じが、ですよね、なんかほんとちょっとね、このたるんでるところにたまに今ないかな、ここだけかな。ほんま。あにゃだね、ごめんね。でもなんかここも怪しいですね。皮膚カサッとしてる。この子すごい抜けるんです。この子だけ。あ、この子だけ。うん。あとの子あのブラッシングしてもそんな抜けない。この子は多いんです。ベルとかもそんな。うん、なんですけど。なんかこの子ずっとちょっと不調みたいな。横なんかあります。なんか今ちょっとベルに。なんか怒られてるんですか。発情っていうか、あの、乗っかって交尾をしようとするんですよ。でも、うんうん、ベルはもう固くなに絶対にいやっていう感じで、うんうん、毎日怒られてるんですよ、結局。っていうのでちょっとストレスもまたかかってるのかなって思うんです。猫ちゃんあのマウンティングするんですよね、発情とは関係なく。ニャー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 、大丈夫大丈夫大丈夫よ。もう嫌だ、もう嫌だ、もうあとちょっとだけ。そんなに嫌？頑張れる？うんうん、あ、大丈夫よ。ごめん、もうこれでおしまいにしよう。あと1回だけ、うんうん、ごめんね、ごめんね、ごめんごめん。おろろろろろ。大丈夫よ。ごめんね、いや、なっちゃった。ごめん、もうちょっとだけ。はい、OK。OK。はいはい、大丈夫。大丈夫。おー、怒ってるね。あれはじゃあ、マーキング行為なんですかね。あ、上に乗っかるの、はい、マーキングっていうか、まあ、順位とかそういう感じはちょっとありますけど。順位、はい、なんか、後ろ。めっちゃ美味しい。あ、大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫、聞きます。はい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 。なんで乗るの？ちょっとじゃん、はい。はいはいはい。あ、よしよしよし。帰ろ帰ろ。はい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 。帰る帰る帰る。帰る帰る。帰れるよ。一番ちょっと疑いがあるのはカビですね、はい、特に広がってるっていうのが気になりますね。で、今生きてるカビは四条菌と言われるカビで、はい、角質食べて生きてきます、うん、なので、毛が生えてる動物にはみんなうつります、うん、猫ちゃんもそうだし人にもうつります、はい、人の場合はこういう皮膚のところが赤くなってめちゃめちゃ痒い、痒い。だけど虫刺されみたいにポコってなるわけじゃなくて、
赤いだけとかカサカサします。で、虫刺されの薬塗っても全然治らないので、もしそういうような症状が出る場合はすぐ病院連れてって、病院行ってください、はい、でそこで四条菌とかカビとかタムシみたいな言葉聞いたらもう間違いなくカビなんで、はい、検査の結果自体は大体2週間かかるんですけど、はい、それより早くお家の方がそういう結果になったら、はい、もう間違いなくカビですね、はい。で、カビの四条菌って言われるカビに関しては最低でも6から8週、治療が必要になります、はい、良くなったとしても、はい。で、それはまあ飲み薬で、一応1週間に2回飲んで残りお休みっていう飲み方するんですけど、あんまり治りが悪い子とか広がりが早い子は、お薬の強度って言って強さをちょっと変えます、はい、1週間飲んで1週間お休みみたいにちょっと変えていくんで、それはまあその子その子で見ながらやろうかなと思います。で、2週間以内に私からお電話がない場合は、カビじゃなかったんだよっていう判断していただいて、それでも残ってる気になるなっていう場合また連れてきていただけます。わかりました、はい、ありがとうございます。では今日こちらでおしまいになります、はいはい、ありがとうございました、はい、しよう。